ドンキーコングシリーズドンキーコングさん、ドンキーコングさんは1983年に任天堂から発売されたアーケードゲームである。1984年7月4日にファミリーコンピュータに8月20日にはゲームウォッチにも移植された。ファミコン版が2008年7月23日から Wii のバーチャルコンソールで2013年3月27日から 任天堂 t e ー d 3DS のバーチャルコンソールで2013年11月6日から Wii U のバーチャルコンソールでそれぞれ配信されている。ドンキーコング、ドンキーコングジュニアの続編にあたるドンキーコングシリーズ第3作目の作品。全2作とは異なり本作はシューティングゲームとなっている。また、本作ではマリオは一切登場せず、主人公は新キャラクターの スタンリーとなっている。アーケード版は縦長の画面構成。ファミコン版ではその分縦の長さが圧縮されている。スタンリーを操作し植物園に出現したドンキーや花を奪おうとする虫たちを殺虫剤を使って撃退するシューティングゲーム。小鉢が下に到達すると花を抜き取り持ち去ろうとする。殺虫剤を当ててその虫を倒すと花は戻ってくるが 妻まで持ち去られてしまうと、花は戻ってこない。花を奪った小鉢は、パワーアップして襲ってくる。ステージクリア時に5つの花を温存できると、パーフェクトボーナス5000点がもらえる。最初は苗で、ステージクリアするごとに、つぼみ花と成長する。持ち去られた場合は次のステージで苗が補充される。ドンキーを上まで押し上げるか。 所定の数の虫をすべて退治すれば、ステージクリアとなる。以下の場合、ミスとなる。なお、花をすべて持ち去られてもミスにはならない。なおこれまでのシリーズとは違って、アーケード版のみ、タイムアウトになっても即座にミスとはならず、代わりに左右からロープを食べる虫が現れて、ドンキーが下に落ちるまで綱を食べ続ける。スタンリー一人につき、 一個だけ強力殺虫剤、パワースプレーが用意されている。ドンキーがぶら下がっているロープについており、ある程度ドンキーを押し上げて、ドンキーの手がパワースプレーに触れると再下段に落ちてくる。これは射程距離が長く、威力も高いため、低い位置からドンキーを退散させることも可能である。このパワースプレーをいつ取るかは自由で、取らずにステージクリアをしても、 ミスするまではずっと地面に置かれ続けている。パターンは全部で3面あり、1面は標準的な4段構成。2面は真ん中に穴が開いており、中央から髪型にジャンプしても最上段に届かないので迂回する必要がある。3面は1段、少なく3段だが、水平に張られた4本のツタに幼虫がぶら下がって妨害する。なお最初のみ1、3、1。 3という面構成で進み、以後は1、2、3面の順で進む。159面目から256面、0面までずっと1面のパターンが続き、0面をクリアすると、再び1、3、1、2、3から始まる。ドンキーコング3大逆襲のタイトルで、1984年にハドソンから PC-8801 番や、 PC-6601 番、X1 番も発売された。FM-7 番も開発されていたが、こちらは発売中止となった。本作のパッケージに、記載の権利表記は、任天堂ではなく、ノアとなっており、ノアの許諾のもとに開発されたものと思われる。本作は、スタンリーを操作して、虫を撃つという、基本的なアクションこそ、滝手版と同一だが、 ゲームシステム自体は大きく異なっている。というように、一般的な固定画面シューティングに近い内容となっている。また、ゲームの舞台も植物園ではなく、全20ステージに個別の名前が付けられ、背景のグラフィックが変化していく。その内容は、ON The Highway, ON The Strange Bridge, ON The Country Road, The Aliens, In The u k O. リービングザース、インザアストロンベルト、アラウンドザサターン、エイミステリアスプラネット、オーエヌザデザート、バイザピラミッド、インザケーブ、エイティーザーアクティブボルケーノ、インザアクティブクレーター、エイティーザドーム、オーエヌザグラウンドピクチャー、エイティーザーランウェイ、エイマッシュルームクラウド、エイティーザーサンセット、イーザーンイーザーシティと脈絡のないもので、取扱説明書には画面が変わるごとに背景が変わっていきます。 その画をつなぎ、ストーリーをお作りになりハドソン宛てにお送りくださいとの記述があった。ちなみに、ON ザグラウンドピクチャーは、ゼビウスにも登場したナスカの地上へのコンドルが描かれているが、その横にはゼビウスのソルらしき建築物も,も描かれている。音楽はニコライ・リムスキー・コルサコフのクマバチの飛行をモチーフにした単旋律のもの。 二面のみ異なる曲で、火星的な伴奏がつく南国風の曲。パワースプレーの効果持続中は別の音楽が鳴る。アーケード版では三面クリア時に特別なジングルが鳴る。ゲーム誌、ファミリーコンピュータマガジンの1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログでは、ジャンルはアクションに属するものの、内容はかなり、 シューティングゲームに近いものになっていると紹介されている。マイクロ VS システムとして発売。横長の画面で右側のスタンリーと左側のコングとでスプレーで相手側に蜂を追いやるという対戦型ゲームに変更されているのでアーケード版などとはルールが異なる。こちらは画面の端から落ちてくる水滴でスプレーの液を補充し最大4個のストックを使って 相手側に敵を押し出すというもの。マルチスクリーン版のグリーンハウスは植物園で虫たちを殺虫剤を使って撃退するゲーム内容が当ソフトと共通している。欧米で発売されたゲームボーイアドバンス版ゲームウォッチギャラリー4アドバンスに収録されたアレンジ版ではドンキーコングと対決するキャラクターがマリオに差し替わっており、 敵キャラクターとして、蜂の代わりに、炎と背中を向けると襲ってくるテレサになっている。ありがとうございます。